参ります。私、エイブル岡山駅西口店の菅です。本日はこちらのシンプルという片手の賃貸の方をご紹介させていただきます。それではお部屋の方に行きましょう。本当に見ながらかなりお庭の方も力を入れて作られてます。結構しっかりしたものがついてます。玄関からご紹介します。割と結構広めのシューズボックスがついておりますね。下も結構ある一定広さがあるので、ベビーカーとか置いておいたり、ちょっとした買い物袋とかもよく置けるスペースがあります。LDK の方に入っていきましょう。こちらの LDK が畳スペース含めて16畳の広さになります。で、まあ、LDK 普通の床スペースだけでもいいんですけれども、やっぱりこの畳スペースがあるだけで結構落ち着く空間になってますね。まあ、結構今流行りのおしゃれな畳を使っているので、なんかプロめかしさというか、ニューも感じず、かなりおしゃれな造形になってます。じゃあ次、キッチンの方に行ってみましょう。結構後ろも広く取ってるキッチンなので、かなり使い勝手良さそうですね。で、こちらの方、三つ口のコンロになってまして、グリルの方もついております。で、収納もですね、かなり充実してまして、ありますね。で、包丁とかありまして、これだけでなくて、一番下のところもですね、収納になってますね。すいません、ちょっとネジ工事なんですけど、はい、ですね。なんでこれだけあるとかなり収納にはゆとりがあるんじゃないでしょうか。ですね。で、もしかしてこれは、はい、じゃあ床下の収納もあるので、お米とか貯蔵しておくにはかなりいいですね。はい、じゃあ続いてもう1階からご紹介していくんですけど、水回りの移っていきます。今回ちょっと電気がついてないんで暗いんですけれども、こちら結構広々としたドレッサーがついてまして、3つとも開くので収納とかもかなり充実してます。結構物が入るような形になってますね。で、ここはなんといってもこちらにもですね、収納がついているので、これ階段下の収納になるんですけれども、かなりいろいろ物は置けそうですね。はい。で、続いてね、こちら洗濯機置き場もしっかりありまして、奥にお風呂のスペースがあります。はい。このお風呂も本当一坪サイズぐらいの広さがあるので、かなり十分な広さがあります。こう浴室乾燥用のポールもついてて、このお風呂とかここにこういう今入るような段がついてるお風呂になるので、実際こういう段があるとね、お湯が結構節水できるので、水道光熱費とかの節約にもかなりつながってくるのでおすすめの物件です。はい、じゃあ次1階の方行きましょうか。これから2階に行くんです。ちょうどその前トイレがありましたのでご紹介します。結構ね、しっかりとしたスペースがあって、かなりきれいめなトイレがついてます。さらにね、ここに収納もあるので、ちょっとしたトイレに使うような小物だったらここに収納しておくとかなり便利そうです。では満を持して2階の方へ行きましょう。
では2階のお部屋を3部屋ご紹介していきます。まずはこちらのお部屋が 5.3 畳のお部屋になります。でこちらにテレビ線もありまして、プラスでこちら収納がしっかりと取れているような形になりますね。なのでまたお子様とかもいらっしゃる方であれば、こう子供部屋として使っていくということもできそうです。では続いて隣の部屋の方行きます。こちらもですね、この先ほどのお部屋と対比になるような形でして、こちらにテレビ線がついてて、プラスでこちらが収納になっております。こちらも同じく 5.3 畳なので、奥様もどっちがいいとか、まあ、喧嘩にならず結構使いやすそうです。でこちらのお部屋だとですね、プラスでベランダの部分がついてまして、まあ、洋服とか干してパッと入れる時にも使いやすいような場所になってます。かなりね、日当たりは良さそうですね。で、続いてもう一部屋紹介する前に、こちらこの部屋の前にですね、この2部屋前かなり広々とした収納もありますので、2階だけでもかなり物件の収納力っていうのは強いんじゃないかなと思います。で最後はこちら、寝室として多分使っていただくことが多いんじゃないかなと思うんですけど、もう収納込みで 9.5 畳のお部屋になります。こちらもさっきと同じで、ここから外に出てベランダから服を干したりっていうことができますね。さっきの部屋とつながっているような形になります。で、かつここのお部屋の場合はここへこういう室内物差しのものがありますので、ここに棒をつけてあげると中でも服が干せますね。で、ちょうどこの後ろ側にですね、まあ、テレビ線もついてるんですけど、こういう棚もあってですね、まあ、今とかだったら結構家で書斎として使われる方だったり、まあ、あるいはまあ収納として使っていただいてもいいんですけれども、かなり使い勝手がいい棚がついております。で、最後にここです。これは結構大きいんですけれども、メインの寝室の収納になってます。もう3連の引き戸がついてるぐらいの大きい収納になるので、かなりのものが収納できるんじゃないかなと思います。本日ご紹介させていただきましたシンプル、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひこの物件について興味を持たれた方は弊社の方までお問い合わせ、またこの物件のグッドボタンの方、高評価含めてよろしくお願いします。